はいこんにちは。パーカッションの高波です。この動画では、非利き手を鍛えるおすすめの方法、ミラーリングについて紹介していきます。非利き手というのは、簡単に言うと、自分の利き手と反対の手ということですね。右利きの方は左手、左利きの方は右手が非利き手です。でパーカッションをやってるとですね、どうしても右だとうまくできるんだけれども、左だとなかなかうまくできないなということ結構あると思うんですね。例えば、ストローク。右手は結構きれいにいいストロークができるなと。対して、左手は、 なななななかなかかう,うまくいかないいなみたいなねで楽器を鳴らすときなんか、例えば右の方がいいスラップの音が出せる。右手はスラップ鳴らせるんだけど、左手だと全然鳴りませんみたいなね。あるいは交互に叩くシングルストロークするときなんか、速くなってきたらだんだんこう左が追いつかなくなってきて、こう綺麗なストローク、連打にならないといったことですね。あるあるだと思うんですね。そこで今回お勧めしたいのがミラーリングという方法です。 ミラーリングを使うことによって自分の非利き手で何か物を覚える動きを覚えるといったときの習得時間をですね大幅に短くすることができます、まあ、簡単に言うと早くレベルアップすることができるようになりますのでこの動画を見てぜひ活用してくださいはいでは早速やっていきましょうで今回ですね僕は右利きなので利き手を右非利き手を左という体で解説しますので左利きの方はこれ右左逆で聞いていただけるといいかなと思います、はい、でやり方すごい簡単で まず覚えたい動き、運動、フォームなどを聞き手でできるようにしますで。例えばですね、パーカッションの基本的なストロークを習得したいとします。でまずこの右手、聞き手でできるようにすると。はい。右手、なかなかいい感じだわと。できてきた、できてきたと思いましたら、じゃあ今度左手やってみようかと。 やってもいいんですけれども多分ねおそらくこうなかなかうまくできないうまくいかない思い通りに動かないということが多いと思いますのでじゃあどうすればいいかというとまず右で行っていた動きをこのままですね自分のこの体の中心から完全に左右対称にこう動かすようにすると、まあ、ミラーリングってね名前の通りなんですけれどもこう完全に 自分の中心からですね、麗にこに左右対称に、シンメトリーにこう動くようにすると。はい。もう本当これだけなんですね。これをしばらく繰り返す。反復することによって、この動きをする。こういう体を使い方をするんだよっていうのをですね、脳にインストールしていく感じなんですね。であっ 慣れれてきたかもしれないとそうしたら今度は利き手の方をやめてみるで非利き手だけで動かしてみるとあ結構できてるかもしれないとそしたらこの左手だけでしばらく反復して慣れてくれば習得完了インストール完了になりますマジかよそんな簡単にできるのかよと思うと思うんですけれどもぜひねご自身の体でやってみてください でもちろんこの覚えたい動きが難しい複雑であればあるほどその習得時間って時間がかかると思うんですけれども簡単な動きであればですね本当に数分数回やっただけで習得してくれますで左手単体でですねこうなんか難しい動き今までやったことがない新しい動きをやろうとするとこうなかなか思い通りに動かねえなと。 いうう感じだと思うんでですすけれれどももこれが意外にもですね右手でできるようにしてこう右手を完全にコピーペーストするようにミラーリングすればこう結構ね複雑な動きでも左ついてきてくれるんですよねコツとしてはこれ最初必ず鏡を見ましょう鏡を見ながらこう綺麗に綺麗に 左右対称に動けているのかっていうのを目で見て確認するでこの人間の目っていうのはですね視覚的にこう左右対称非対称っていうのにすごいシビアなんですね、まあ、なんかある意味こう平行感覚とも言ってもいいかもしれないんだけれどもこうちょっとでもこう右と左が違ったりするとあなんか変だなってこう違和感として感じるんですねでその違和感を利用します鏡を見ながらこう綺麗に綺麗に 寸分の狂いなく左右対称にやるとでも超ゆっくりからやってください超ゆっくりからやって鏡を見ながら行うとあ慣れてきたそして見た目も左右対称になっているとなってきましたらだんだんこうスピード を上げていくと、こう丁寧に丁寧にですね、コピーしていく魚卓を綺麗にこう取っていくっていうようなイメージです。はい、例えば下本です。このハイトーンのポジションからベーストーンのポジションにこういう風に移動するのが右手だったらうまくできるんだけれども、左手だとなんかこううまくできないなという場合はまず右手で。 行っていることを完全に左右対称に左手でも同時に行いますで鏡を見ながら完全にこの手の動き移動速度形など左右対称に動いていることを確認します 慣れてきたら、聞き手を外す。はい、このようにして習得します。はい、例えば、今ガの場合です。右手だとスラップが鳴らせる。だけども、左手だと鳴らせないと。なんかこう、うまくできないなといった場合には、右手でできているですね、この動きをミラーリングする。 完全に左右対称に同時にやってみましょうで鏡を見ながらですねこの脇の開き具合肘の位置手首の位置指の開き具合などもう寸分狂いなくですねこう綺麗に綺麗にミラーリングしますでゆっくりやってだんだん速くしていく で、慣れてきたら、左手だけにしてみると。はい、スティックなんかを使うときも全く同様です。おそらく右手の方がうまくコントロールができるでしょう。そしたら、この右手の動きをミラーリングすると。はい、ポイントはね、丁寧に丁寧にやることです。今、 持っているスティックの位置長さは同じかなとかこのスティックに触れている指は右と左で同じかなとか自分の腕やこのスティックの軌道描く軌道が左右対称になっているかなと丁寧に丁寧にですね確認していくとで丁寧にやった分だけより正確に インストールができると思います以前他の動画でも紹介しましたけれどもシェイカーみたいな振り物これを右手だけではなくて左手でも振りたいといった場合これまあ同じものを2個用意する必要があるんですけれどももう愚直にですねこう2個両手で持ってこのようにミラーリングすると。 ゆっくりからやってだんだん速くしていって離すとはいこのようにして習得しますはいというわけで今回は非機器を鍛えるミラーリングの紹介でしたで僕自身ですねこうやりながら本当に自分の体実験しながらあこれ左右対称でやったらすごい習得しやすいなっていうのが結果論として分かったっていう感じなんで、まあ、なんでこうなるのか理屈がよく分かってないんですよね まあ、おそらくこの人間の仕組みとしてこの左右対称で動きやすいっていうプログラムが脳にあるんじゃないかなとは考えたりしてるんですけどもえもしその理由がね理屈がわかる方いたらですねコメント欄で教えてくださいでこれを使って、えー、もしかしてお箸とか左で使えるんじゃないかって思ってですねやってみたんですよそしたらね無事あの左手でお箸使えるようになりました まあ結構時間かかったんですけど、3週間ぐらいかかったんですけれども、お箸がですね、左で使えるようになりまして、今実質僕、両利きみたいな感じになっております。まあ、そんな感じでですね、日常生活でもえ使えるテクニックなので、ぜひやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップも行っておりますので、引き続き要チェックをお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。